フィファーバロンドールは2010年から2015年まで国際サッカー連盟とフランスフットボールの共同主催によって毎年表彰されていた男子サッカーの世界年間最優秀選手賞である。バルーンドールはフランス語で黄金の玉という意味で受賞者には金色のサッカーボールを模したトロフィーが贈られた。歴代受賞者はリオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウド。 フィファ・バロンドールの制定を発表するフィファのブラッター、会長2009年まで、サッカー界の主要な個人賞には、国際サッカー連盟が選出する、フィファ最優秀選手賞と、フランスのフランスフットボール氏が選出する、バロンドールが並列していたが、この2つの賞を統合する形で2010年7月に、フィファ・バロンドールが制定された。各国代表監督、首相及び、 サッカー記者の合計約400名による投票で決められる。しかし2016年をもってフランスフットボールとの提携を解消し、同年より FIFA フフの独自表彰が復活した。フランスフットボールも2016年より独自のバロンドールを復活させた。FIFA フフバロンドールは男子最優秀選手賞のみを指し、女子最優秀選手賞、男子最優秀監督賞、 女子最優秀監督賞とは区別される。フランスフットボールは男子選手のみを公式にバロンドール受賞者リストに含めており、バロンドールの証である金色のサッカーボールを模したトロフィーを授与されたのは男子選手のみである。女子選手にバロンドールのトロフィーが授与されたのは女子バロンドールが新設された2018年以降である。表彰式はフィファバロンドールガーラと呼ばれ、 フィファの他の章と共に、毎年スイスの中立ヒで行われた。ありがとうございます。